名古屋市の河村たかし市長はおととい、次の衆議院選挙へ出馬するため14日付の辞職届を市議会の議長に提出しました。これを受けて今日、市長の辞職に同意するかどうかの審議が市議会で行われました。任期を残したままやりきったと急いで退職しようとする河村市長の振る舞いは職責放棄以外の何者でもありません。結果は反対多数で不同意となり、15日の衆院選公示日に立候補した時点で自動失職する見通しです。ちゃんとこちら通じ道通してきちっとやったので、これはあの人らが自分らの議員高級取り就職生活協同組合が集まって最後に河村に一発当てたると、まあ、そういうことでしょう。しょうがないです。こうした中、次の市長選に向けた動きが、政治団体緑の党東海の共同代表で無所属の尾形恵子さんが立候補を正式に表明しました。尾形さんは前回の愛知県知事選挙に出馬しましたが、時点で落選しました。名古屋市長選にはこのほか無所属の大塚耕平参議院議員と、前副市長で減税日本副代表の広沢一郎さん、政治団体学生党の西田博隆さんが立候補を表明しています。